8000人のファン・サポーターが見守ったホーム最終戦、感動のセレモニーの様子をたっぷりお伝えします。諫早に待望のグッズショップがオープン。近未来的でおしゃれな内装と新登場のグルメも紹介しますよ。このクラブで引退すること、一番感謝したいのはファンです。おはようございます。オールビフォーレン、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんだかんだ今年もいろいろありましたけれども、うん、はいはい、最終的にはホームに8000人入って、はい、ホーム最終戦、やっぱり良かったです。いや、暑かったですよ。暑かった。でもね、寂しいね、やっぱりね、ホーム最終戦終わって。いや、でも明日の試合が、まあね、今シーズンのラストマッチですから、そうです、ね、もう私たちはもう最後の最後まで全力応援でいきましょう。行きましょう。今年もたくさんの感動をくれた選手の皆さんにぜひメッセージをお寄せください。ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV オール VV アットマーク NIB.JP までお願いします。今日も来てますね。はい、たくさんです。たくまらさん、今日は最終戦、このメンバーでできるのも最後。また先日お子さんが誕生された米田選手がゴールを決めて、ゆりかごパフォーマンスを見たいです。ゆりかごしたい。みんなでしたい。そう、おめでとうといえば、はい、吉報が入りましたね。はい、我々が待ち望んでいた吉報を届きました、はい、松田博史監督、2022シーズンの契約更新です。ということで、監督のコメントが入ってます。はい、2021シーズンは途中からバトンを受ける形でしたが、はい、2022シーズンは心新たにスタートを切り、今年構築したベースをより発展させるべく、うん、チーム一丸となって悲願の J1 昇格を目指します、うん、来シーズンも引き続きよろしくお願いいたしますと。いや、もうよろしく、こちらこそよろしくお願いいたします。でも今期も若手の起用ですとかも、うん、いろんなドキドキする刺激があったの で来シーズンもどんな刺激を与えてくださるのか、うん、ね、いや、私もガッツポーズをたくさん見たいですからね。見たいね、これね、はい、楽しみです。はい、はい、さあ、それではですね、はい、今季最多のファン・サポーターが見守ったホーム最終戦の感動のセレモニー、たっぷりご覧ください。日曜日に行われた2021シーズンのホーム最終戦、今季最多8025人がトラスタに駆けつけました。いや、にぎわってた。通称ユニロードでも多くのファン・サポーターが選手の到着を待ち受けました。圧巻でした。鎌田選手への思いをしたためたメッセージも多数見られました。11月たくさんですよ。鎌田、ありがとう。呼び捨てダメでしょ。勝つんだよ、勝つんだよ。ベッチにとらって長崎に来てくれてとても嬉しいです。スーパーゴールを期待してます。長崎に来てくださってありがとうございました。夢のようでありました。これからも楽しく過ごしてください、うん、ありがとう。ビフォーレン、最後まで全力で光れ。そして試合前にはファンキストと海上自衛隊佐世保音楽隊による V ロードのコラボ演奏も披露されました。めちゃくちゃ良かったです。感動しました。一番の勝利はあなたといれること。一番の勝利はあなたと歩むこと。いつもより伝わりますね。手を伸ばして手を伸ばして手を伸ばして、また叫んで掴んだ夢、僕も今君に伸ばしてた。おー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 。ホーム最終戦の先発に名を連ねたのはこの11人。トラスターラストマッチの玉田はベンチスタートです。玉田への花道を勝利で飾りたいビファーレン、そしてここに来て11試合負けなしと好調な岡山、前半は両チームとも譲らず0対0で終えます。しかし後半開始早々の47分、岡山の石毛にゴールを許し先制点を奪われてしまいます。そして53分、ここで玉田が投入されます。41歳のレジェンドに松田監督から託されたメッセージは、ゴールを取ってこいだったのでしょう。すごい拍手が湧きました。玉田圭司のトラスターラストプレー、しっかりと目に焼き付けましょう。
23分に投入された玉田はこれがトラスタラストマッチ。まずは64分、加藤勝のクロスに合わせますが、これはゴール左に外れます。そして73分にはヘディングでゴールを狙います。リファーレンは最後までゴールを狙いに行きますが、1点が遠く、そして重くのしかかります。結局得点は奪えず0対1で敗れ、ホーム最終戦、そして玉田のトラスタラストマッチの花道を飾ることはできませんでした。この敗戦で今シーズンの4位が確定しました。トラスタでのプレーは見納めとなった玉田には、スタジアムの8000人から万雷の拍手が送られました。そして試合後のホーム最終戦セレモニーでは、秋のキャプテンらが挨拶を行いました。今年は特に皆さんの期待の大きさを感じていたので、その期待に結果で応えることができず本当に悔しく申し訳なく思っております。しかし目標の J1 との距離は確実に近づいています。これから先も熱いサポートよろしくお願いします。あと1試合残っています。皆さんとともに、タマさんとともに素晴らしい試合をして勝ちたいと思います。 J1 昇格という目標が達成できず本当に悔しく残念に思っています。ただここにいる選手、そしてスタッフ、みんな熱く熱く戦ってくれました。また新しいシーズン、今年の成果、課題、そのあたりをしっかり精査し、今年以上に精進し、そして目標に向かって邁進していく年に、したいと思っております。あと一歩というところで J1 昇格の目標を達成することができませんでした。昇格をするために自分たちを信じて頑張って、途中悔しい思いや悲しい思いもしたけれど、そういったことを共に過ごせる仲間がいて、応援してくださる方々がいて、ここまで来れたからこそ4位という結果でも本当にこの時間を皆さんと一緒に過ごせてよかったと思うことができていると思いますし、来シーズンに向けてまた頑張っていこうという気持ちにも慣れているというふうに思っています。セレモニーでは来シーズンのユニフォームを発表。チームカラーの青とオレンジを使用し、ホーム用は多種多様な個性が集まりながら結束していくイメージを、そしてアウェー用は世界に飛び立つ様を水玉ドット柄で表しています。かわいい。また三井住友海上とのトップパートナー契約締結も発表されました。嬉しい。そしてついにこの時がやってきてしまいました。23年間の現役生活に終止符を打つ玉田圭司選手の引退セレモニーです。スタジアムには玉田選手への感謝の思いがあふれていました。自身のチャントに導かれ、改めてピッチへと歩を進めます。クラブ加入時の社長高田明サッカー夢大使が登場すると、込み上げてくるものを抑えきれませんでした。たくさんの夢をこれだけたくさんの方に与えてくれてありがとうございます。3年間長崎で一緒にプレーできて、サッカーに対する取り組み姿勢学ばせてもらいましたし、本当選手だけでなくてビファーレン長崎に本当関わる全員に本当に優しく、いつも明るくしてくれたことで、いい3年間を過ごすことができました。私玉田圭司は今シーズンをもって引退いたします。このクラブで引退することをとても誇りに思います。23年間というプロ生活でしたので、本当にいろいろな人に支えられて助けられたと思います。
僕に携わってくれたサッカー界の皆様、僕が在籍したクラブ関係者の皆様、チームメイトたち、本当にありがとうございました。そして一番感謝したいのは家族、妻です。どんな時も僕の味方でいてくれて、僕の気持ちをいつも理解してくれて、自分のことよりも僕のことを一番に考えてくれました。そのことでたくさん苦労をかけたと思いますし、感謝してもしきれません。本当にありがとう。帰ったら強く抱きしめさせてください。素敵。これはさよならではないと思いますし、さよならという言葉は好きではないので言いません。皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。ビファーレン、そして日本サッカー界のレジェンド玉田圭司、最後は後輩たちによって胴上げされ、自身の背番号と同じ11回宙を舞いました。明日の松本戦が正真正銘の現役ラストマッチです。どうしよう。ちょっと玉田選手のあの言葉、何回も見てるんですけど、なんだろう、涙腺崩壊しそう。やばいです。この3人今やばいですよね。本当にそうそうたる方からのメッセージが届いてましたし、やっぱり素晴らしい選手、レジェンドなんだなと思いましたよね。改めて、その選手がこの長崎で引退できることを誇りに思うって言ってくださったことが、また私たちも嬉しいじゃないですか。もうこちらも本当にありがとうございます。人柄がね、現れているセレモニーでした。そんなたくさんの感動を与えてくれた玉田選手の現役引退記者会見とファンイベントが行われます。それが来週ですね、12月11日土曜日午後1時から出島メッセ長崎で開催です。玉田選手のトークショーや質問大会、玉田選手のお宝争奪じゃんけん大会など特別なイベントも予定されていて、限定なんと300人、参加費は5000円で、参加には事前の申し込みが必要になります。詳しくはクラブのホームページご覧ください。これちょっと魅力がいっぱいすぎてですね。何のお宝、何が出てくる。絶対盛り上がります。じゃんけん大会、じゃんけんですよ。タマさんとじゃんけん、絶対盛り上がります。楽しみですね、さあ皆さん、新しいもの大好き、水シュートです。いつの間に、今回はですね、諫早で注目のショップがオープンしたということで、早速潜入してきましたよ。どこ見てんの。おい皆さん、現場の水塩田です。今日メガネしてる。私は今諫早駅の再開発ビルイーサの2階に来ております。今日はですね、ビファーレン長崎と長崎ベルカの初の合同ショップがオープンしたということで、早速潜入していきます。いや、気になってたんですよね。諫早駅の再開発ビルイーサ、駅の改札口からワンフロア降りたところの一角に、ビファーレン長崎と長崎ベルカの初の合同ショップ、 V ポートイーサ諫早駅店が先週の土曜日にオープンしました。ビビ君がいる。それでは潜入します。まずは消毒からですよ。あ、広いんだ。広々してる。かっこいいね。しかもうわ、広いですよ。何ですかこの幻想的な空間は、ね、そして見てください。こちらにはビファーレン長崎、そしてベルカの選手のお顔がぐるりと一周見えますね。上も見ないと。すごい、このモニターの大きさが。店内は大型プロジェクターや LED を用いた近未来的でスタイリッシュな雰囲気です。V
Vポートイーサ諫早駅店は県内最大規模のグッズショップなんです。あ、こちらは2022シーズンの新ユニフォームですね。先日発表された2022シーズンユニフォーム、実際にお店で触れるのはここだけ。触っていいんですよ。綺麗だよ。面白かった、サラサラして。あ、ほら、こんにちは。新人物だから。とっとっと、あれ、お店の方ですよね。今日はようこそおいでくださいました。今日は気合を入れていつもスタジアムに行くような感じで来ちゃいました。いいですね。こちらの V ポートイーサ諫早駅店ではリファーレンのグッズだけで300種類以上を取り揃えていて、新商品だけでなくおなじみのものであったり、オンラインショップでしか買えないものも揃えています。それは嬉しい。いや、確かにこれまでのショップよりもすごく広いですし、これだけグッズがたくさんあるとなると買い物も楽しくなりそうですよね。グッズがたくさんあるっておっしゃっていたんですけど、あの、新商品で今話題のグッズはありますか？はい、今新商品で話題のグッズはこちらです。お、なんだろう。こちらのビビ君が巡る21島地カレンダーです。最高ですよね。私も今年絶対欲しいんですよ。欲しい。この季節おすすめしたい新商品がこちらになります。お、何ですか？何？ビビ君がデザインされた年賀状とベルカがデザインされた年賀状になります。うわー、なんかかっこいい年賀状もありますし、ビビ君はやっぱりかわいいですね。かわいい。そして諫早市限定のキーホルダーになります。諫早市限定の、え、こちらってあのお店の前に出ていたあのビビ君ですか？はい、そうですね。あ、かわいい。なんと V ポートイーサ諫早駅店ではグッズだけではなくグルメも楽しんでいけますよ。グルメもですか？この後は手軽に食べられるグルメを紹介しますよ。美味しそう。の再開発ビルイーサに新しくオープンした V ポートイーサ諫早駅店に水塩田が潜入中です。なんと V ポートイーサ諫早駅店ではグッズだけではなくグルメも楽しんでいけますよ。え、グルメもですか？こちらになります。こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。グッズショップ V ポートに併設された V ポートカフェ、なんと明日までグッズを身につけて来店すると特別プレゼントがあります。嬉しい。こちらはどんなグルメがあるんですか？はい、こちらはですね、稲佐山レストランいただきの、はい、山口翼シェフが監修したブリトーが食べられます。はい、具材をあなただけのこうオリジナルで選んでいただいて作ることができる専門店なんです。でもこんなに種類があるとなるとちょっと迷っちゃうんですけど。そうですよね。はい、そういった方にはこの定番の3種類もご用意しております。嬉しい。おすすめはありますか？ダブルコンボブリトーがおすすめです。ダブルコンボブリトー、美味しそうです。美味しそうですよね。ぜひ今日食べていかれてください。しゃ、楽しみです。ボリュームって書いてあった。大きそう。ダブルコンボブリトーはメインの肉から2つを選べる贅沢なメニューです。すごい。今回は定番のポークとチキンの組み合わせをいただきました。いいですね。ボリューミーですね、こちら。そうですね、なんかチキンのいい香りがします。本当だ。うん、
このトルティーヤの皮がすごくもちもちしてるんですけど、いいね、中にはライスもチキンもレタスもトマトも入っていて、だいぶこれお腹いっぱいになりますよ。美味しい。具材も地産地消 の、 あの具材を使っているので、本当に長崎の魅力が詰まった一品になっています。本当詰まってますね。ブリゾーは結構食べやすいので、はい、駅を利用される会社員の方だったり、まあ、学生さんもぜひこう立ち寄っていただいて食べていただきたいなって思いますね。あとはスタジアムに行く時もぜひあの食べやすいので、観戦のお供にもぜひ食べていただけたらなと思います。そうですよね、諫早駅に着いて買ってからスタジアムに行くのもありですよね、はい、そうですね。新しくお店オープンしましたけど、どのように利用していってほしいですか？そうですね、ビファーレン長崎にとっては、まあ、ここ諫早市はホームスタジアムのある大切な場所にもなりますし、長崎ウェルカムの合同ショップになりますけれども、スポーツを通して諫早の活性化にもつながればと思いますし、まあ、ここが何か諫早市民の方だったりとか、まあ、その以外の市町の方も交流の拠点になっていったらなというふうに思います。いや、なんかもう空間自体がおしゃれで。そうなんです。本当に諫早ですかっていう感じ。いやいやいや、ね、だってそうなりませんでした。日本じゃないみたいな。諫早で長かった感じ。日本じゃないみたいですもんね。山田、そしてボリューミーなフリットが。いや、僕あれ全部食べたんですか、あれ。全部食べました。ペロッと。もうでもボリューミーなので、うん、結構一つでお腹いっぱいになりますね。だってね、定食の中の器の中にね入ってるものをギュッとギュッとしたみたいな感じじゃないですか。美味しそうだった。美味しそうでしたね。V ポートイーサー諫早駅店では明日までオープニングキャンペーンを実施中です。11月27日のオープン日に合わせてユニフォームが 27% オフ、そして5000円以上の購入でビビ君&ルカのコラボキーホルダーもプレゼントしていますよ。いや嬉しいオフ率ですよね、うん、ぜひ皆さん、うん、はい、さあそれでは続いてまいりましょうか。明日いよいよ今季最終戦ということで、はい、アウェーで松本山形との対戦、もちろんこの日も YouTube ライブがあります。シーズン最終戦ということで、今シーズンサポートしてくれたスポンサーの商品が当たる YouTube ライブ抽選会もあります、うん、試合の前も後もぜひクラブの公式 YouTube ご覧ください、はい、毎回ね楽しみに私もしています、はい、さあ続いてはアカデミーから活動報告が届きましたよ。こちらも楽しみ。先日高円宮杯 JFA U18 サッカープリンスリーグでクラブ史上初のプレミアリーグプレーオフ進出を決めたビファーレン長崎 U18、 九州リーグも残すところあと1試合。今日行われるロアッソ熊本ユース戦に勝ってリーグ優勝を目指す選手からメッセージが届きました。今日この後、はい、楽しみ、うん、ビファーレン長崎アンダー18の福野翔太です。中島キリトです。プリンスリーグ第17節国見高校との試合、2対1で勝利することができました。苦しい展開ながらもしっかり勝利をつかむことができました。最終節ロアッソ戦に勝てば優勝が決まるので、これまで支えてくださった方々に感謝して絶対に勝利をつかみます。応援よろしくお願いします。なんかもうしっかりしてお母さん目線で言わない。お母さんみんな可愛い、応援してます。なんかしっかりしてる選手ですね、はい、本当ね、コメントも、はい、はい、メッセージを紹介します、うん、根がかりさんから、はい、今季も最後まで楽しかった、あとは最終戦を勝って大切な人とゆっくり過ごして充電して来年は全力の2倍光りましょう。全力全力、はい、そして豆内さんからはですね、はい、終了証が届きまして、あら可愛い、あなたは2021年のビファーレン長崎を全力で応援したことをここに称しますと。これはサポーターみんなですね、皆さんに、ありがとうございます。ありがとうございます。明日応援して受け取ります。そうですね、明日が最終戦なんでね、はい、最後までということでメッセージもいっぱいいただきました、うん、ありがとうございます。今シーズンの締めくくりは松本との一戦、はい、最終戦明日午後1時キックオフなんですけれどもね、やっぱり勝利を見たい、玉田選手見たい、はい、そして来シーズンの松田ビファーレンを感じたい、 そんな思いを込めて、うん、松本ってどっち、長野県の松本、こっちかこっちの方に、もうええわ、送りたいと思いますね。まずは YouTube、 その後ダゾーンでもね送って、そうですね、買って、はい、もうでも来週のオールビファーレンは何、もうだから次の試合は何とかないでしょ。ご安心ください。選手の皆さんが登場してくれる、じゃあ来週もぜひ見てください、楽しみに。